柔道部がなくなってもいい。噂は聞いているぞ。監督さん、どうしてここに。俺が柔道部の監督辞めてから毎晩毎晩こうやって遊びほうけて借金までして酒まで飲んで、何考えてんだお前は。でももう僕には夢とか目標はないんだ。頑張れる場所も柔道できる場所も応援してくれる人も僕には何もないんだ。昔みたいに僕だって頑張りたいよ。なんで僕だけこんな目に遭わなきゃいけないんだ。監督さん、あの頃みたいに僕を指導してくださいよ。松本、お前の気持ちもよくわかる。だからな、最後にこれやってみないか。これは石川先生の出張教室？監督さん、僕もう一度は柔道ができるんですか？もう一度僕頑張ります。ちょーい、頑張れ。Always do it on my own, so I gotta get through it.
And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, when you hit your teens, life ain't really what it seems. Try to find out what it means, always do it on my own. So I gotta get through it. Whoosh!頑張るぞ。よし。こんなとこで諦めていい？突然だけど、今日をもって柔道部の監督を辞任する。本当に申し訳ない。柔道部の監督が勝手に辞めていい？柔道部なんか入らなければよかった。おい、ガンバ。疲れた。本番は3月25日。頑張るか。帰ろ。いや、このシーンガチ泣きだったんです。涙が見えるかな、見えるかなって画角をね探ってもらって、見えてましたか？ちょっとわからんけどね。でもね、ほんと悲しくなりました。俺、松本のキャラがこう憑依して、なんか本当に松本こう頑張ってたんだなとか、いろいろ考えたらね。まあまあ、ちょっと次は監督に着替えて、今の続きのシーンをちょっと組み合わせて撮る感じでやっていきますよ。今このね、しゃがんでこの道具を拾うシーンでビリビリビリって、こんなちょっとモザイク状態ですね。ビリ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 破れちゃいました。ちょっとね、オーダースーツ買わにゃあかんなこれ。全然ないわ。どこ見て喋ったんだちょっとね、オーダースーツ作りに行きます。はい、ちょっとまだ次、まだシーンあるんで、こんなとこで手間取ってる暇はない。よし、行くぞ。